ブービーヌの戦いは、フランス王フィリップ2世が神聖ローマ皇帝夫を4世、フランドル博フェラン、イングランドのソールズベリー博、ウィリアム、ブローニュ博ルノーラの連合軍をフランドルとフランスの、境近くのブービーヌで破った戦い。参戦、もしくは関わっていた国、組織、地域と人物の数は中世ヨーロッパにおいて十字軍を、別にすれば、最大の改戦だった。この勝利によって、 フィリップ2世は、カペー朝の王権を確実なものとした。一方、敗戦の結果、オットー4世は皇位を失い、イングランド王女は、大陸領土の回復に失敗し、イングランドで諸侯の反乱に屈することになる。プランタージネット家のイングランド王女は、後世、安住帝国と称されたフランス領土の大部分を、オいのブルターニュコアルテュール1世やフランス王フィリップ2世との、 抗争で失っており、その回復を目指していた。一方、以前から、プランタジネット家と同盟していたウェルフ家出身の、新生ローマ皇帝夫ー4世は、フランス王やローマ教皇と結んで、皇帝位を狙う法圓したタウフェン家のフリードリヒ2世の脅威を感じていた。また、フランドル・ハクフェランは、フランス王と抗争しており、治療への進行を受けていた。 1213年にジョンは、教皇との争いを解決した後、オットー4世いらと図って、フィリップ2世を南北から攻撃する計画を立てた。ジョンが、フランス南部に進撃し、同時に、ドイツ、フランドル軍がフランドルからフランスに侵入するという、もので、1214年に入るとジョンは、ギエンヌから侵攻して、ポワチエ、アンジュを回復したが、オットー4世いは、 ドイツ諸公の動員に手間取り新軍が遅れた。この間にフィリップ二世は王太子ルイを南部に派遣したため、ジョンはギエンヌに撤退してしまった。残るフランス北部の連合軍はフィリップ二世が自ら軍勢を率いて当たることにした。フィリップ二世は連合軍の追走を受けながら自軍に有利な場所を選んだ。戦いの前日、フィリップ二世はトゥルネーで 作戦会議を開き、西に 20km あるブービーヌでの開戦を決意した。皇帝軍、イングランド軍、諸公の軍の寄せ集めだった連合軍と違い、フランス軍はフィリップ二世の指揮の下で統一的な攻軍をすることができた。当時は騎士による騎馬突撃戦法の前世時であり、いかに自軍に優位な状況を作り出すかが勝敗を決した。フィリップ二世が、 連合軍との海戦を先延ばしにして北へと軍を進めていったのは背後を追いかける連合軍にとってはそれだけで負担が大きいと考えたからだった。ブービーヌを海戦の場に選んだフィリップ二世は軍勢を三つの大きな部隊に分けてそれぞれに不評と騎兵を配置した。先に到達して陣形を整えたフランス軍に対して連合軍は統一的な行軍をすることができず。 かなり長い距離に引き伸ばされた状態になっていた。そしてフィリップ2世の目論み通り、連合軍は戦場に到着した軍勢から攻撃を始めた。連合軍で最初に戦場に到着したのはフランドル博の軍だった。フランドル軍は後続の遊軍を待たずに、フランス軍の右翼に攻撃を仕掛けた。フランス軍右翼は重装機兵と支援の軽装機兵で構成され、 ブルゴーニュコートシャンパーニュハクに引き入られていた。騎馬同士の激突は短時間で決着がつき、フランドル軍は蹴散らされた。フランス軍の右翼に配置されていた不評は戦いに参加しなかったので、中央の部隊を支援する余裕ができた。次に、オットー4世が率いる皇帝軍が戦場に到着し、フィリップ2世率いる中央の部隊に攻撃を開始した。 皇帝軍の激しい攻撃によってフィリップ2世も落馬するほどの状況になったがフランス軍の隊列は崩れることなく耐え続けフランス軍右翼の不評の増援によって形勢は逆転した中央での激戦とほぼ同時にイングランドとブローニュの軍も戦場に到着してフランス軍の左翼に攻撃を開始したブローニュはクルノーは不評戦術に長けていて フランス軍左翼と互角に戦ったが、それぞれの持ち場で勝利したフランス軍右翼と中央の部隊が支援に回ると抵抗を持つ家だ。こうして、海戦は、格好撃破によって、フランス軍が干渉した。神聖ローマ皇帝夫ー四世は、戦場から逃亡することができたが、フランドル博フェラン、長剣博、ウィリアム、ブローニュ博、クルノー、コラント博、ウィリムのほか、 25人の貴族と139人の騎士が捕虜になった。この戦いにより、フィリップ2世が進めてきたフランスの優位は確定し、以降1世紀にわたり、ヨーロッパにおけるフランスの優位が続いた。新生ローマ皇帝夫婦4世は行為を失った。イングランドオージョンは大陸領土の回復に失敗し、本国では諸侯の反乱に屈してマグナカルタを認めることになる。 ありがとうございます。